日本イタチは、ネコモクイタチカイタチアカイタチ族に分類される、日本固有種のイタチ。シベリアイタチのアシとする説もある。近年では、DNA レベルでの比較が可能になり、別種と判明した。北海道への移入も、参照自然分布地域は、本州、四国、九州など。またネズミ駆除を目的として、伊豆諸島などの島しょ部には、人為的に移入された。 北海道の場合は、北海道本島では偶然の移入、本島周辺島諸部では人為的な移入である。成獣の大きさは、オスとメスで異なり、オスはメスより大きい。体長は、オスが27から37センチメートル、メスが16から25センチメートル。尾長は、オスが12から16センチメートル、メスが7から9センチメートル。体重は、 オスが290から6 5 0ム、メスが115から1 7 5ム。毛色は個体により様々だが、躯体は茶褐色から高褐色である。鼻筋周辺は暗褐色。尾の色は躯体とほぼ同色。波数は、摂氏が上6本下6本、剣氏が上2本下2本、全球氏が上6本下6本、五球氏が上2本下4本。 合計34本。入頭数は、胸部はなし、腹部に体、素形部に体、合計8個。指跡数は、前肢が5本、後肢が5本、合計20本。新生種の大きさは、体重が約8から12グラム。本種は冬民はしないで1年中活動し、その活動時間帯は、特に定まっておらず、昼夜活動する。 繁殖期以外は基本的に単独で行動する。本種の手足の指の間には水かきがあり、泳ぎが得意である。厳冬期にも水に入り、潜ることもある。主な活動地域は川や故障、湿地、沢などの水辺であるが、水辺から離れた森林地帯にも生息しており、樹木に登ることもある。本種は用心深く、講師で2本足立ちして、 周囲を見回すことがある。この行動をまかげという。巣は既存の穴や隙間を使用する。メスの活動領域は、オスの活動領域よりも狭く、オスの活動領域は、複数のメスの活動領域にまたがる。食性は主に動物食で、ネズミや鳥、両生類、魚、カニ、ザリガニ、昆虫類、ミミズ、動物の死体など。また、山桑や桜。 山ぶどう、またたび、国和の実などの植物質のものも食べる。繁殖期は九州では年に2回あり、1回の出産の産子数は1から8匹で、平均は3から5匹。北海道での繁殖は年に1回で、発情期は4月中旬から6月上旬。妊娠期間は1937年の記録によると、養殖されていた個体では37日間という、 記録がある。子育ては、メスだけで行う。新生種の体毛は薄く、視力はない。生後約5週目で視力を得て、離乳期は、生後8から10週目、10週目頃から、幼獣自身で餌を捕獲するようになり、秋に親離れする。翌年には繁殖できる個体が多い。本種の本州から、北海道本島への移入は偶然の産物であった。 犬飼哲夫によると、明治初期に本州以南から出港した船舶に侵入していた個体が函館港から上陸し、野生化した。なお、昭和初期までの北海道の文献に、エゾイたちと書かれているのは、ほとんどの場合エゾー古女のことである。本州の北海道本島での拡散状況は次の通り。北海道本島への移入は偶然の出来事であったが、 本島周辺の島所部では、ノネズミ駆除目的で人為的に移入された。日本における朝鮮イタチの自然分布地域は津島のみであるが、現在は西日本の九州と四国、中国地方、近畿地方、そして東海地方にも生息し、本種の生息地域を侵食している。本節では外来種としての朝鮮イタチについて説明する。これらの地域に生息する。 朝鮮イタチは1949年頃に九州に侵入した個体が拡散したものと考えられているが太平洋戦争前に飼育していたという情報もある。1931年9月の満州事変以後に国策として毛皮の生産が奨励されたため毛皮目的で本種の養殖が行われていたので朝鮮イタチも毛皮目的で養殖していた可能性はある。 青い都市記と前田岸尾の研究によると、朝鮮イタチの生息域拡大は、朝鮮イタチと本種との間の生存競争に本種が負けたためと推行される。またこの研究では、朝鮮イタチは平野部など人の生活地域での生息が多く、山岳地帯の急斜面の地形が、朝鮮イタチの進出を抑えているというデータが得られている。したがって、 山岳地帯が開発されて、人が暮らしやすいように斜面の緩やかな地形になると、それに合わせて、朝鮮イタチの進出もそこに及ぶと遂行される。朝鮮イタチは、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律の特定外来生物の対象外とされている。国際自然保護連合により、 2016年からレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により狩猟鳥獣の指定を受けている。ウェブサイト出版物ありがとうございます。